いしょよいしょいいよいいよいいよ毎週水曜日7時からディアザイエイイエイよいしょ、やったー、やったー、始まりましたね。はい、始まりました。よいしょ、ね、ディアズダン。はい、まず最初にね、じゃあ今日自己紹介、はい、行きましょうか。行きましょうか、じゃあ名前だけで大丈夫ですか。はい、全然もう、はい、ルイです、お願いします。よいしょ、ルイです。はい、僕はい、東西南僕です。はい、はい、カズヤチンでお願いします。はい、はい、サムーンでーす。はい、サムーン。はい、あとはあの、夏希でーす。画面に収まりきってますか、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫、収まりはい、そういうことです、ね、はい、夏希でーす、はい、夏希です、はい、ですどうも、はい、さあ、僕ですね、まあ、だね、こディアーズ代表の、達也です。はい、よろしくお願いします。はい、代表です、達也代表。もう累計1年かかって嬉しいですね。そうですね、まあ今日は、はい、なぜ社長が出てないかというと、はいはいはい、インフルエンザになっちゃいました。まさかの、まさかの、まさかの、来ましたね。まあ、先週は僕インフルエンザだったんですけれども、はい、そうですね、はい、まあ、今何がすごいって、はい、店の内勤全員インフルエンザって、はい、今営業中なんだけど、はい、内勤が誰もいない状態で営業してるっていう。間違いない。そうですね、すごいですよね。結構来てますね。来てますね。はい、去年先月から、はい、ね、従業員が8人ぐらい、そうですね、なりましたね。学級閉鎖場にぐらいでお店が休みになったっていう、はいはいはい、ありましたね、はい、そうですね、確かに、まあ、A 型のインフルエンザなんですけど、はい、で内勤がかかってるのは B 型っていうね。まさかの別方向から来る、別の方向から来るっていう。そうですね、インフル多いねっていう。はい、あ、そうですね、社長不在ですいません、なんかね、名刺会なんですけどね、僕の場合は脱線しまくっちゃうんでね。いいと思いますよ、それはそれで、それは全然いいと思います、はい、今ね、この売り出し中の3人に今日は来てもらって、はい、一人なぜかヘアメイクをしてないっていうね。すいません、すいません。ルイ君、ルイ君イケメンすぎる、かかる。いやいや、嬉しいね。ルイじゃないですか。いや、めっちゃ嬉しい、羨ましい。ルイ君イケメン言われて、僕もイケメンですから。ね、そうですね。え、誰が、はい、はい、すいません。カズヤ君といえば、何が売りかって言いますね。何が売りか、はい、なんで、僕はそうですね、ナルシストが売りですね。で、思いきや、なんかお店でね、ついたあだ名がミスター KY。 はい、カズヤ君の売りは、ね、KY っぷりっていうところがあるんでね。そうなんです。それを逆に楽しんでもらいたい。あ、そうですね、ちょっとぶっ飛びすぎてるっていう、はい、はい、海といえば何ですかって聞いたら、サザエって言って、はい、俺初めて聞いたから、えって言うから。それぞれね、なんかこう、そうですね、海ってイメージありますね、こういろいろあると思うんですけど、やっぱ一人一人じゃあ聞いてみましょうかね、今日は。はい、行きましょうかね。ルイ君のいいところって何なんですか、ね、はい、何でしょうね。はい、自分ではよくわからないですけどね。わかんないですか。はい、ちょっとまだ検索中です。はい、そうですね、検索中なんですか。はい、Google で検索したら出るじゃないですか。あ、そうっすね。Google が、Google が、ルイって打ってみて、はい、はい、違う人出ますよ、それ違う人出ますよ、はい、違う人が出ちゃうわ。ルイナンパってかかってますよ。なんすか、ルイって。ナンパするんすね。いや、しないっすね。あれ、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 しないっすよ。はい、大丈夫です。マッキューってか、マッキュー。まあ、ルイ君はね、関西出身というそうですね、大阪なんですけど、あんまりで。ちょっと怖いんですよね、東京が、やっぱり。そうっすか。まあ、なんかでも俺、たまにルイ君と LINE するんですよ、はい、で関西弁で、はい、あの LINE が来ると、はい、なんか読みづらくて、すいません。そう、読むのになんかね、こうちょっと2分ぐらい理解するのかな。解読にちょっと時間解読にね、はい、ルイ君ね、関西弁コテコテですからね。いや、コテコテですか。結構、みんなの前で、でも LINE とか文章で関西弁ってちょっとね、珍しい、珍しいです。珍しいです。多分向こうの人からしたら普通なんですよ。なんか、やっぱ対面やったら、あんまり
対面だったらあれですけど、はいはい、やっぱ対面じゃないと緊張ないんで、はい、もうがっつり出ちゃうんですよね、はいはいはい、友達とかと喋ってたりするんで、はい、そういう感じなんだ。あのほら親戚と電話するときなんか方言で、そうそう、それに近いですね、はいはい、近いですね、ありますね、はい、またカズヤくんはそうですね、はい、もう KY なんでね説明しづらいっすね、ちょっとね、はい、そうっすよね、なんかそうっすね、なんかとりあえずまあ、まあ、実際触れてみてっていうところですね、そうですね、はい、説明するのが難しいね、まあ、説明するより会いに来てもらった方がね、はい、そうっすね、早いっすね、早い感じですね、違いますね、はい、まあなんかね、はい、僕はもうミートテックっていうか、そうですね、ミートテック、はい、今日3枚ぐらい来てきましたまあね、ね、よくね、こう、はい、ここディアーズダン出してもらったり、はい、ピザ君、うん、はい、と対照的な2人なんで、ね、はい、体型は一緒なんだけど考え方がね、はい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 、そうですね、確かにそう、ゆり君とはね、そう、はい、対照的な感じでね、真逆なんでね、そこもまた経験、体験してみると、体験してください。あの2人の間に女の子が入ったら逆に面白そう。あしかも小さいあの華奢な女の子が入ったら、ちょっと面白い絵しかなんかどっかの肉肉米みたいなサンド、まあ、どういうことですか、肉肉米みたいな、まあ、逆じゃないのかな、面白すぎる書かれてますよ、みんな、夏木痩せろって書かれてますね、肉肉米誰、ジュン君で、うん、そうですね、カズヤって人、おい、はい、おぉ、はい、俺、イケメンなんですよ、これ書いた人、ちょっとあの 目が悪い、目がちょっとみんな何歳って書かれてますね、はい、どうっすね、そうっすね、はい、ルイ君は僕は二十歳ですね、はい、はいはい、はい、和也くんも僕も、はい、二十歳です、はい、はい、で、ミートテック君は僕は25です、あ、こう、はい、25で、はい、僕は32です、はい、昭和です、昭和ちょっと、えと同じなんじゃないですか、え、20の32、え、な、えと何なんですかね、イノシシ、イノシシ、えとってわかるますっすね、え、牛とらでしょ、だいたい俺の32で今年33なんで、はいはい、だから今年21歳になることえとが一緒って、はいはいはい、あ、じゃあえ同じですかね、わかんないあんまりわかんない、バカなんで、すいません、あ、昭和の方見てくれてますね、おお、俺も昭和です、いいですね、俺63年、ギリギリ昭和、おお、そうなんですか、そうめっちゃ珍しいやつじゃないですか、うん、いや、64年が一番珍しい、あ、ですよね、7日までしかないです、ニンニク臭そう、なんて感じですね、ニンニク臭そう、どんなイメージ、どんなイメージ、どんなイメージ、ほんとにニンニク食うんすか、ニンニク、いや、俺逆に意識したんです、え、意識して食べないようにしてた、あー、俺もあれですよね、まあもうディアーズではなんかまかないがあるんですけれども、今年33ですね、僕はディアーズではまかないがあるんですけれども、営業後にやたら俺ニンニクを入れてっていうね、キッチンの人に頼んで、ホストにとってニンニクは天敵なんだけど俺は関係ねえみたいな、ニンニクをね、はい、キャッツヤさん、経験人数を…それ言っちゃう？いやいやいや、ぶっこむ、ぶっこむわ、これぶっこみますね、ぶっこむ、700人ぐらいです、グイ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 ですね、はい、まあそこはね、こうやっぱね、年もあってね、ありますよね、いろいろね、経験させてもらった方なんですかね、ですかね、はい、そうですね、まあ、でも3人はね、ちょっとホストなんで言えないですけど、そこは突っ込まないでほしいですよね、ディアーズって大きいんだ、何が大きいんですかね、体が、まあそうですね、養豚場とかたまに言われたりもするけど、いやいやいや、まあ、イケメンもいるんですけどね、そうですね、その両極端さがね、はい、はい、ディアーズってグループ、あ、グループではないですね、はい、養豚場、はい、大きいのはもう夏希くんとピザくんで、そうですね、はい、はい、一発ギャグはって書かれてるけど、それまあでも俺の技じゃないですか、それ、はい、やっていいですか、やっていいですか、はい、やっていいですか、どうぞどうぞ、いきますよ、はい、サニーレタスだよー、は
それやったっけ、はい、やっぱね、KY っぷりがここでも発揮してね。はい、KY っぷり発揮しましたね。もうダメだこれ、ちょっと滑りましたね。でも最近ね、やっぱディアーズやね、こうやっぱ新人も増えてきてね。そうですね、はい、活気がついてきましたね、うん、活気ついてきましたね、はい、なんかこう、やっぱ個性とかもね、こう見せね、こういろんな人がね、こう珍しいビジュアル系の子とかもね。おー、そうですね、確かに、最近入りましたね。入りましたね、はい。夏木くんも昔はね、こうビジュアル系もうちょいスッキリしてたもんね。そうですね、まあ、3年前ぐらいビジュアル系で、4年ぐらい前ですね、ビジュアル系で俺はやめろって散々言ってたんですけど、はいはい、でも最終的にやめたの、はい、もうちょいおしゃれ、すいません、おしゃれします。はい、メガネ、メガネ君が消そうだ。夏木です。左の人ってどっちから左なの、俺かな。いや、え、俺じゃないですか。ん、夏希かな。俺ですよね、まあ、いいよ、画面から。ガングロ卵ちゃんってどういうことだろう。俺の顔じゃん。夏は真っ黒っすね。そうですね、まあ、僕の趣味って言ったらやっぱね、夏だけなんでね、うん、はあ、はい、やっぱ黒いのがいいっすね、はい、そうですね、もう夏は休みの日海っていう、ね、あ、はいはい、このね、こう夜の世界入るまではね、こう夏は働いたことがなかった。働いたことないってすごいよね。すごいですよね、うん、逆に運動ないから。そうだね、25ぐらいまで夏は働いて、7月、8月は働いたことなくて。マジですか、ずっと海行ったりみたいな。海行って、海の家とかでバイトしてたんで。ああ、いいですね、それ、はい、めっちゃ楽しそうじゃないですか、はい、おでんくんって誰。おでんくんメガネ。あ、俺おでんに、そう、はい、そう、ピザくんに続いて、ゆうくんはピザくんで、はい、夏希くんはおでんくん。よかった、まだ俺カロリー低いから大丈夫。すごい。そこ、その問題だよね。そのカロリー低い。逆にここでもなんかこうみんなあだ名つけてもらう。ああ、いいっすね、いいっすね。そうしたらまた、いやでもカズヤくんはもう決まってんだよ、もうミスター KY です。誰もが見たらミスター KY なんですよ。もうカズヤくんが席に着いたら、あ、もうこの KY っぷりをマジで楽しんでほしい。はいはい、そうですね、はい、そこですね。そうですね、はい、KY おでん、 KY おでん。いや、ルイくんのね、はい、ルイくん、いや、僕ね、ちょっとつけてほしいんですよね、いつも。ちょっとね、ちょっと聞いてみたいですね、ルイくんのあだ名っていうのはね。なんかありますかね、ありますかね。ルイくんはね、結構でも消極的だけど、プラス思考みたいな。そうなんですよね、うん、嫌われてもガンガン行くみたいな、はいはいはい、なんでね、ポッキーポッキーポッキー、はい、ポッキーですかね、衝撃のプラス思考。そんなあだあります、衝撃のプラス思考。長く、呼ぶ時長い、呼ぶ時。怒られても前にガンガン来るタイプなんですよ。はい、全然ね、それいいとこですよね、はい、本当に、はい、マジで、うん、やっぱね、こうディアーズは個性的がね、はい、強いんでね、はい、なんすよね、そうですね、やっぱし、うん、黒鉛筆、黒鉛筆が A だ。黒鉛筆、黒鉛筆、黒鉛筆。ルイ君イコールでも黒ってイメージがあるね。ああ、確かに。そうですか、うん、めっちゃありますね。そう、黒、うん、ね、全部黒だし、髪の毛も黒ですもんね、うん、ちょっと明るくしてみればって言ったんですけどね、はい、ちょっと迷い中ですよ。達也、あだ名32世。そのまま変わってきますよ、それ、うん、そのまま変わってきます。何がやめるの。なんか積もっちゃいました。いや、あだだ32歳ってことに関して、あ、そのままかよ、ね、そのままだよね。本当に最近ちょっとディアーズだね、やっぱ活気づいてきたっていうのはね。あ、そうですね、そうですね、もう最近毎日忙しい感じでね、うん、はい、そうですね、やっぱね、早い時間にね、こう初回とか来てもらえないと今人入れない状況とかあるんで。そうですね、確かに、はい、もうぜひね、そう、やっぱしね、こうイケメンからミートテックまで揃っちゃったんで、はい、ピザ君もいるし、ね、黒鉛筆もいるし、はい、ミスター KY もいるし、はい、本当ですよ、ね、おでん KY。 俺 KY じゃないです。俺は KY じゃないです。俺は KY じゃない、はい、夏木君は KY じゃない。おでんのみ、はい、で KY。 多分ポッキーって誰。ポッキー、俺ポッキーなんすか。ポッキー待って、俺ポッキーなんすか。お前おにぎりだよ。間違いない、はい、間違いです。そうですね、はい、まあ、じゃあね、ちょっとそろそろ CM に入りそうって感じなんでね、はい、そうですね、前半戦はこんな感じで終わっちゃうのかな。はい、はい、まあ、後半はね、ちょっと、ね、またちょっといろんな話、うん、まあ、イベントとかの話もさせていただこうかなっていう、はいはい、うん、ふがしどんだけ言われるか食べたいないのかって。そう
社長はもうインフルエンザで寝込んでるから、ね、今日から出るって言ってたんだけど、病院行ったらダメでって言われて、ドクターストップ、そう、はい、A 型の後、次 B 型のインフルエンザ流行っちゃうっていう、あだからね、そう、カズヤいつものやってよって、カズヤいつもので前半戦締めましょう、最後締めましょう、最後はおにぎりでね、あ、おにぎりでいきますよ、いきますよ、おにぎり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 、CM でございます。のことを考えて今僕はしています。でもね、筋でラブできるってだけじゃないから、終わらないエターナル寂しさをでなぞるよ。土曜はクラブパール7時。自分で買いかけてんじゃねえのか。開かないドアはない。売り上げ上げるための全てがここにある。考えてる時間がもったいない。お前の気持ち一つだ。じゃあどこで働くの。エスコレでしょ。さあエスコレーションで働こう。はい、ジャンガ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 祭りで祭りみみ待ってこれやめません。やめましょう。一緒にシーンってなるね。まあ、そうですね。後半戦はじゃあね、はい、今月のイベントを、はい、イベントですね、はい、早速、はい、そうですね、はい、まあ22日に、はい、うちの三上慎之介と、はい、藤崎亮太部長の合同バースデーということで、はい、そうですね、おいしょー、そうですね、おいしょー、はい、よしなんですけどね、うん、その部長がインフルエンザにかかって、D 型の、はい、で、インフルエンザ確か1週間ぐらい休まないといけないんですけど、確かダメですね、はい、なんですけど、1週間っていうと、そのイベントの後なんですよね、あ、確かにそうですよね、だからイベントに出れるのかっていう、危ういっすね、そこですよね、はい、危ういっす、ね、はい、そうっすよねどうしようか、どうしようか、どうしようか、本当にどうしようね、はい、そう、考えてないけどね、はい、考えてないって考えなきゃいけないんだけど、どうすんですか、そう、はい、どうすればいいの、どう俺に聞くね、でもさ、ここでさ、はい、でも無理に出てもらって、はい、インフルエンザで、はいはい、しかも B 型じゃん、今までみんなかかったね、 A 型だから、はい、そうですね、かかることはないけど、はいはい、で、B 型で、はい、無理に出てこられて、またお店が学級閉鎖みたいになっても困るし、はい、あ、それなんですね、そうですね、感染しちゃったら、しかも熱あるとすぐ余裕回りません、多分、うん、な、回るよね、全然強くてきたから危ない、ここはまあ三上慎之介くんに頑張ってオンリーで、オンリーで、オンリーで、はい、頑張ってもらえた、あの人はタフだからね、そうですね、もうむちゃくちゃだし、むちゃくちゃだし酔っ払ったらすぐどっか消えるっていうね、確かに確かにそうですね、酔っ払うといなくなったら探すのが大変っていう、気づいたら非常階段の上の方で寝てるあれ素晴らしい、あれ素晴らしい、ね、すごいっすよねこうみたいな、なんかね、こう、芥川虎之介くんの間違いじゃなくて、三上慎之介くんね、そうですね、先週出たんですよ、先週出ましたね、はい、そう三上慎之介くんは、はい、まあ、僕はあのインフルエンザで家から、うん、見てましたね、はい、途中で電話かかってきて見れなくなっちゃったんですよね、はい、来週ピザとおでんとして結構絵面汚くなりました、絵面が汚くなりました、絵面汚くなりましたちょっとバランスを取らないとね、はい、いけないからね、間違いないです、まあ、でもね、こう22日ね、はい、こう、はい、イベントありますからね、うん、こうもうみんな、ね、盛り上がり間違いなしとね、しんのつき君といえばね、はい、もうやっぱナンバーですし、そうですね、はい、男気ある人なんでね、はい、はい、
え、南くんね、はい、南くん今お店にいますよ。そうですよ、はい、ホストも募集してますよ。はい、募集しますよ、この辺求人、はい、ここはい、お願いします、はい、はい、ね、こう、ね、ルイくんはね、はい、イケメンなんでね、はい、はい、黒鉛筆くん、黒鉛筆、はい、黒鉛筆でこれからやってきます、はい、うん、ピザくんはナンバー4でしたね、はい、はい、そうですね、うん、おうっつって、はい、でね、こう、なんか三上ね、こう、イベントはあれですよね、しのすけくんのなんか、超特大ポスターを作って、はい、あー、ありましたね、あれ、ね、どんな感じなんだ、俺ちょっと見てないんですけどね、はい、そう、でっかかった、すごいですよね、でっかいですね、見た、めっちゃでかい、ちょうどこの、はこの上半分、ほんとこんなバーンみたいな、こんなにあるんだ、ね、お金かかってるね、はい、うん、バースデー、そうですよね、はい、これからでも2人もね、バースデーやっていくって感じで、はい、そうですね、やりましょう、昔バースデーやったことあるからね、そうですね、一応昔昔ね、はい、やってみたいですよ ね、 ですよね、みんながやってるの見るとちょっと面白いとか、はいはいはい、楽しいとか、俺なんかもう6回ぐらいやってっからもうなんか何でもよくなってきたバースデー、またやんのまたあれの祭りみたいな、いろいろやってましたよね、はい、過去でもすごいバースデーがあって、はい、もうなんか、はい、起きたら血まみれだったっていう、はい、なんでですか、そうですね、夏希くんは多分知ってると思うんですけど、はい、知ってるんですけど、はい、ね、なんかいろいろあのそう、なんかタワーそう、タワーを酔っ払って、はい、もう飲めませんってぶっ壊したんだけど、うん、はい、なんか手首切っちゃったら酒飲んでるから血が止まらなくて、そう、そうなのにもうまだやる、まだやる、まだやるみたいな最後のミーティング血を抑えながらドラーみたいな祭りを超えてる、超えてる、祭りみんなあの話どころじゃなくて、うん、ないみたいな、大丈夫かみたいな感じで扱われてたっていう記憶がなかったそうで、袴着てたんですけど袴も血まみれだし、はい、そう、ね、うわーだったっすね、まあ、ありましたね、はい、下はまあ、ルイ君は逆に誕生日いつなんですかね、はい、僕は4月ですね、あ、もうすぐ高7ですね、7、7か、はい、4月なんだ、はい、まあ、夏ですね、夏ですね、なんか、夏、はい、一緒なんですかね、ん、ソータくん、はい、今ナンバーワンのソータくんが7月で、はい、だったと思う、はい、そうですね、はい、カズヤくんは僕1月だったんでもう過ぎちゃった、なんでやんなかったの、なんでやんなかったの、これいやー、だからやべ、なんか緊張しちゃってちょっと、はい、緊張しちゃったの、ちょっと緊張しましたね、緊張しちゃってできないですか誰が売れてんの、この中で誰が売れてんのってことですかね、初回来てください、はい、来てください、ぜひ、はい、来てください、はい、今日来たらタダでいいです、はい、イエーイ、1個で、1個出ましたね、これ、うん、もう今日限定です、あ、そうですね、ニコ生見たで、ニコ生見た、ニコ生見た、LINE も乗っかってるから、はい、はい、まあ、ぜひね、こう、はい、3人に LINE していただいて、はい、俺に LINE してもあんま面白いことない、はい、癒します、うん、はい、そうですね、社長より下がったということは、あ、前298、じゃあ分かりました、99円にします、おぉまさかの、あ、100円切った、はい、100円切りましたね、リアルさん見たね、99円、ああ、それはすごい、さすが、今日ちょっとあのここ終わって店戻るときにちょっと1円玉用意しなきゃいけない、両替しますそうですね、もう1円返さないといけない、確かにそうですね、そう、それ切り捨てやんとか言ってニコ生見たら99円、99円、はい、1円お釣りで、1円お釣りで、はい、高いって高いそう、高いっすか、はい、もうぜひ遊びに来ていただければ、遊びに来てください、そうですね、まあ、今日の出勤が18人ぐらいですかね、はい、多かったですね、最近多いっすよね、でも多いっすね、どんどん増えて、まあ、在籍も25、6人ぐらいはいるのかな、はい、そう、本当にいろんな子がいるんで、ね、そうですね、なんか最近個性的な子が増えたんで、はい、はい、ミスター KY から間違いですね、そうですね、まあ、和也くんのいいとこでもあり、いいとこですね、はい、そうですね、まあ、初めて着いた人はえって思うんですけど、2、3回着くとハマるとだんだんハマるとハマっちゃうっていうね、あのスルメイカ的な感じ、スルメイカ、そうそう、噛めば噛むほど味が出る感じで、そう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 、そうですね、誰が一番ね、こう、この中で売れてるんですかね、やっぱ、うん、まあ、いろいろっすよね、いろいろですね、でもやっぱね、こう、やっぱり勢いがあるな、今、和也くんが、そうですね、和也くん、はい、ハマショーゲームって何、ね、
ちょっと気になっちゃった。ハマショーゲームって何なんですかね。何ですかそれ。あ、横浜ショーゲーム的な。横浜ショーゲームって知ってますか、ね、わかんないです。ちょっと適当に聞いて。神奈川出身なんだって。そうです、神奈川出身だから、はい、横浜ショーゲームかなみたいな、うん、ちょっと言ってみたんですけど、うん、内心ちょっと全く知らないです。すみません。夏希君はね、すごいことにもう新宿がそう。そうですね、この辺地元なんです。この辺地元。ああ、そうですか。マジで。前、俺が住んでた、隣の隣に幼稚園があるんですけど、そこに行ってたんです。マジですか。二十何年かも。うわ、すげえ。そうですね。お電話いくらでも行けるから。ちくわぶならいくらでも行けます。ちくわぶ。夏希君のすごいところって、一人でビール、はい、ね、ワンケース開けちゃうっていう。あ、そうですね、すごい、本当にすごいですね。1時間ぐらいあるのにザッとザーッと、すぐ開けちゃうっていうね。そうで、酔っ払ってなんかわけわかんないことそうですね、はい、なんか、そうですね、そうですね、いろいろやってましたね。これはもうピンキリでやりますよ。はい、はい、おでんが、おでん画面入りきってないらしいよ。ちょっと、もうちょっと、おでんが、おでんが、おいで、おいで。はい、はい、入った入った。いいですね。まあでもね、やっぱルイ君がね、こう最近ちょっとね、はい、いろんなね、はい、頑張ってやってるんだよね。はい、大阪の人見てますか？うん、見てないですか、大阪の人。見てないですね。夏希痩せないですね。夏希君痩せてほしいらしいですよ。うん、痩せたらおでんじゃなくなります。まあ、まあそうですね。そうですね。何ですか？ピザにおでんってどういう組み合わせなんだから。本当ですよ。地獄絵図が本当にできたからね。今月ね、3月、リアーズは、まあ、あと残りのイベントは、うん、そうですね、バースデーで、はい、あとはシネリーみたいな、はい、そうですね。で、4月もそうですね、なんかイベントも考えてるんですけどね、うん、はい、まあ、そこはまあ来週あたりに取っときましょうかね、うん、そうですね、はい、まあ、早くね、でも社長の方と部長の方が復活してくれないと、復活して、はい、もうあと1分前なんでね、じゃあ最後にちょっとずつでもなんかもらいましょうか、はい、そうですね、はい、そうですね、はい、ルイ君からなんかずっと真面目真面目って書かれたんで、はい、やっぱ真面目をね、頑張って取ります。はい、まあ、真面目を取ります。真面目を取ります。真面目を取ります。じゃあ、かたやくん。あ、僕はそうですね、こう見えてお酒好きなんで、はい、バンバン飲ませてください。僕に提供してください。以上です。はい、もうじゃあ最後、夏希はね、僕ももうガンガン食べるんで、ガンガン食べさせてください。はい。昔はね、こう、はい、残飯処理っていう異名があって、はい、そうですね、ちょっと残ったりしたら残ったりとかしたら全部食うみたいな、いいみたいな感じで、そうですね、喜んで、はい、はい、まあ僕は、なんもないっす。なんもないっすか。なんもないっすか。そう、10秒前だからね。はい、そうですね、まあ、はい、来週からはね、また社長が出てきてくれると思うんで、そうですね、はい、はい、まあ、また来週も見てもらえれば、はい、見てください。イエーイ、はい、ありがとう、ありがとう。ディアズ全日本ホスト歌がうまい王座決定戦、全国1万人の在籍ホストからたった一人選ぶ今大会で、本格的アーティストデビューするのは一体誰なのか。参加資格はホストであることのみ。現在参加者募集中。ナイトチューブはあなたの夢を応援します。チケットお問い合わせはニコナイトアットナイトチューブ .net まで。ぶっ倒る感覚に投げかけるすべもなく、黙り込んだことにすがる。何回目の錯覚だ、笑っていたろう先まで。伝い込んだ画面を舐め、くたに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なほど溺れているんだよ。息もせずに壊れてゆくこの街で、僕らは無力で。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。